このシリーズには、昆虫のドアップや、群れで動く様子が、容赦なく出てきます。苦手な人は、申し訳ないけどここでやめておいてくれ。ビーバーさんの動画とかおすすめですよ。それでは本編始まるぜ。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、NPO 法人アントハート様の、問題解決支援をしていきます。今回の拠点は、襲撃者に悩んでるらしい。襲撃者ですか？アリさんの巣に殴り込みかけるとは、無謀な生き物もいたものですね。相手もアリなんだよ。アリさん。一部のアリは、他の種類のアリの幼虫やサナギをさらって、自分の巣で労働させる習性があるんだ。奴隷性があるんですか？あまり気分のいいお話じゃないですね。侍アリなんてすっごいぞ。新女王は、単身で別のアリの巣に乗り込んで、そこの女王を殺して、巣を丸ごと乗っ取るんだからな。働きアリさんたちは、女王様が入れ替わってることに気づかないんですかね？侵入途中で気づかれて、やられる時もあるみたいだけどな。匂いさえ身にまとっちゃえば、気づかれないみたいだ。匂いで世界を認識しているんですね。視覚情報に頼ってる人間だって、そっくりな双子がいたら見分けがつかないもんな。それは確かに。では今回のお仕事を始めていきましょう。はい、よろしく。まずは、何からやりましょうか。今回は目標を与えられていてな。職員として、働きアリ43人、黒アリ50人を増やしてほしいそうだ。増やすとどうなるんです？襲撃者を数で圧倒して、手を出しづらくするのが目的みたいだな。戦争をしないための戦力保持は大事ですね。手を出してもメリットがないと、相手に思わせればいいわけだ。そういう意味では、アリたちのアップグレードをしてもカウント対象になる。数でも質でも、とにかく強くなればいいと。そうそう。では、まず働きアリさんから増やしていきましょうか。このあたりが開けてるな。では、ここにしましょう。食料がいっぱいと言われたり、足りないと言われたり忙しいぜ。まだ食料庫がないですからね。食料庫を作るにしても狭いので、まずは土地の確保から行きましょうか。こっち側に掘るか。敵の気配が気になるけど、少し距離があるしな。まずは、ちょっとだけ広げてみましょう。あら、食料が出てきた。ちょうどいいな。食料庫はここにしよう。そうしましょう。ついでに、もうちょっと広げておくか。敵さんを掘り当てないでくださいよ。ま、こんなもんだろう。いい感じですね。まとまった食料が手に入ったところで、働きアリさんを増強します。黒アリはまだ作らないのか？黒アリさん、元い兵隊アリさんはコストが高いので、後にしましょう。黒アリだったり兵隊アリだったり、表記が統一されてないよな。党の職員さんたちは、どう呼ばれたいですかね？兵隊ですね。うん、大体兵隊方面だな。私はちょっと理解できなかったけどそうなんですね。ということで、黒アリさんは、兵隊アリさんということで統一します。どうにも狭いな。職員さんも増えたので、ちょっと掘ってみますか。あ、敵を掘り出しちゃったみたいだぞ。クモさんですか？ああ、職員さんがさらわれていく。倒せ倒せ。糸のせいで動きが遅いです。相手を囲めないまま、どんどんさらわれてるな。今さら引けないので、このまま前進を続けますよ。我々の作戦立案が甘かった。被害の大きい状況となってしまったが、なんとか耐えてくれ。敵の巣まで到達しました。よし、相手を無力化するまで攻撃の手を緩めるなよ。後続隊も到着しています。敵、沈黙。職員諸君の奮戦に感謝する。で、こいつは何だったんだ？黒煙マグモ。やっぱり糸で獲物の動きを遅くして、捕食するようですね。地面に巣を作るタイプのクモだな。働きアリだけだと制圧に時間がかかって、被害が増えるか。この辺りを開拓したので、兵隊アリさんを作りましょう。戦力増強中です。うん？今、何かいなかったか？何がです？ちょっと戻ってみよう。こいつ、うちの職員じゃないよな。言われてみれば、ちょっと体が大きいですね。続けてみてみよう。眉を加えましたよ。間違いない。こいつが襲撃者だ。ああ、眉が連れ去られていく。現行犯を取り押さえることができなかった。悔しいな。戦力を増強して、次は袋叩きにしてやりますよ。おう、頼む。兵隊アリさんが8人になりました。腕試しに雲を飼ってみよう。先ほどやられた同胞の恨みを晴らしてやってください。総員突撃。ひるむな、いけいけ。倒しました。まだ、
それなりに被害を出すな。もっと数と質を揃えたいですね。ここにある食料を使って、どんどん増強していこう。せめて毒のないクモさんでよかったです。タランチュラみたいなのだったら、人噛みでやられちゃいますもんね。実際、タランチュラはそんな猛毒持ってないけどな。そうなんですか？どちらかというと、糸蜘蛛の仲間の方がすごい。噛まれたところが腐る。腐る？食料を求めて、エリアを広げていこう。兵隊アリさんも、だいぶ増えてきました。キクイムシと、ここにもクモがいるな。あ、キクイムシさんを持っていきましたよ。アリだけ食べるわけじゃないのか。クモさん撃破です。キクイムシのおかげで囲むことができたな。職員さんたちで美味しくいただいちゃってください。働きアリさんたちのベッドのある場所ですが、外に繋がる出入り口のそばだったんですね。わざわざ誘拐されやすい場所に作っちゃったな。ということで、適正アリさんの襲撃です。兵隊アリさんたちを呼び戻してるから、働きアリさんだけで耐えてください。応援来たぞ。撃破。ほとんど、働きアリさんだけで倒しちゃいましたね。これから数が増えるかもしれないから、守備兵も編成しておくか。もうちょい攻撃部隊を充実させた後でな。クモさんは、だいぶ脅威としては弱くなってきましたね。もはや、ただの面倒なやつだもんな。はい、終了。食料を回収してくださいね。兵隊アリをアップグレードしておこう。質を上げつつ、場所を見つけて数を揃えつつ、ですね。狭いからな。よし、こんなもんか。では狩りに行きましょう。美味しそうなキクイムシさんたちがいっぱいいます。あ、この場合の美味しそうはアリさん視点ですよ。試してみてもいいんだぞ。お断り申し上げます。でも鉄砲虫は本当に美味しいらしいけどな。機会があったら試食してみてはどうだろう。興味のある方はぜひどうぞ。おっと、クモさんにちょっかい出しちゃった人がいますね。うちのもんがすまねえな。でもあんたも手を出したからには、けじめつけないといけねえや。どっちが悪役なんでしょうか。我々だろうな。ですよね。だいぶ開けてきたので、ここらで守備隊を作成しましょう。入り口付近に常勤させる奴らだな。襲撃者のアリさんたちは、侵入してびっくり。準備万端に構えた連中に、返り討ちにされるわけだ。チーム2に配属して、ここいらで待機してもらいましょう。攻撃部隊は、引き続き拠点内を広げていくぞ。サーチ&デストロイだ。2匹のクモさんが、いい感じの連携をとっています。攻撃目標が定まりません。こしゃくな。先にこっちから潰すんだ。クモさん左が沈黙。あら、いつの間にかクモさん右も倒してました。戦術の勝利だな。数の暴力という気もしますが、数を揃えるのも戦術なんだよ。それはまあ、そうですね。守備隊の様子はどうかな？しっかり、入り口付近を守ってくれてますよ。オーケー。そろそろ敵の襲撃が予想されるから、攻撃部隊も向かわせよう。攻撃部隊がゾロゾロとやってきましたね。迫力あって頼もしいな。襲撃来ました。敵勢力は3人。突破して奥に向かった奴がいるぞ。働きアリさんが食い止めました。よしよし、いい仕事だ。ではそろそろ、締めといきましょうか。空いてる空間に、働きアリさんのベッドを作りまくります。兵隊アリは、いつの間にか必要数を突破してたな。リソースの使い方が、ちょっと偏ってましたね。はい、食料取ってきて。クモがすっかりおやつ扱いだ。クモさんたちも協力し合えば、もっと脅威として存在できるんですけどね。たまたま、密集して巣を張ってることはあるけど、こいつらは単独行動だな。アラクノフォビアっていう映画じゃ、群れる毒クモが出てきたから、夕飯食べながら見てみたらどうだ？結構です。働きアリさんの必要カウントが、あと7になりました。一気に達成しちゃおう。はい、アップグレードしまくってます。そろそろいいかな？ほい、達成。最後に、もう一襲撃あるみたいですね。勝ち込みだな。頭数の揃った我らの力を見せてやろう。もう二度と、手出しできないようにしてやりましょう。あら、羽隠しさんがいた。クモばかりじゃなかったんだな。こいつこそ、いいおやつだ。戦い前の腹ごしらえですね。職員諸君、ぜひ聞いてほしい。これまで、たびたびの襲撃で苦渋を舐めてきた我々だが、これが最後の戦いとなる。襲撃者どもの首を見事打ち取り、生かしたインテリアとして拠点に飾ってやろうぜ。敵さん来ました。突撃。あ、眉取られそう。食い止めた。
勝ったかな？勝ったみたいだな。ふう、今回の業務も完了だ。見てみろ、拠点長の嬉しそうな顔。本当ですね。私にはよくわかりませんけど。これでこの拠点は、外部勢力の攻撃にも耐えられるだけの戦力を手に入れた。もう襲われることはないだろう。次回はどんなお仕事が待っているのか。そろそろ、お外に出たいなと思いつつ、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。